お客様だね。さあ、私と一緒に踊りましょう。王子、リュナ、ゲール、一体どうしたの？体が言うことを聞かない。早速私の術にはまったようだね。おや、女が混ざっているようね。ゆっくりと始末してあげましょう。これでますますベラミス様もお喜びになられますわ。ああ、その前にいいことを教えて差し上げましょう。この国の宝をご存知かしら？まさか、ギルモアの虹では？そうよ、よくご存知ね。私はそれを手に入れるためにこの国に来ましたのよ。でも、もう役目は終わりましたわ。ふぬけの王様からいただきましたもの。色仕掛けで騙し取ったな。騙し取ったなんて人聞きの悪い。いただいたのですよ、踊りの報酬として。そんな勝手な理屈は許しません。返しなさい。お黙り。小娘の分際で私に立てつくとは。でもいいわ、どうせもうすぐ死ぬんだから許してあげる。ギルモアの虹はつい今しがた大鷲に持たせてベラミス様のもとへ送りましたわ。さあ、おしゃべりはもうおしまい。たっぷりと可愛がってあげましょう。お前たち、おどき。またしても、しかしあの女の役目はもう終わった。アクダム、今度こそは逃がさないぞ。バカめ、この女が目に入らないのか。ゼリフ様。あ、ディーナ姫、卑怯な。お褒めの言葉と受け取っておこう。ところで、いつまでもこんなことを繰り返していても仕方あるまい。この辺で決着をつけようではないか。どうだ。望むところだ。行くぞ。もっと早がてにしてもらっては困る。姫を返してほしくはギルモアの星を持って風よけの穴に来るがいい。ただしセリオス一人でな。卑怯な。卑怯だと？今までこのわし一人に4人で向かってきたのは誰だ。貴様らに卑怯呼ばわりされる覚えはないわ。いいな、必ず一人で来いよ。
よく来たな、セリオス。本当に一人で来るとはバカなやつよ。うるさい。リーナ姫はどこだ。リーナ姫だと。あいつなら砂漠に捨ててきたわい。今頃はもう息絶えているだろう。砂漠に、なんてことを。アクダム、今までの悪事の清算をしてやる。覚悟しろ。セリオス、強くなったな。だが、わしを倒したとて、この世界に平和が訪れることはない。セリオス、アグニー社には、気をつけろ。こうなっては仕方がない。貴様らまとめてあの世へ送ってやる。